米倉 1.20 直前最後の晩餐で古代の残骸ホリホリして、ネザーライト装備を今のうちに作っとこう。そして最後にアップで前日にもね動画撮ってるんですけども、もうねこの厚倉でネザーライト装備が今後価値がマジで上がっちゃって、たやすく作れないと、はい、今のうちに作ろうということでね。そうですね、今からですね30分間全力で掘ります。皆さん残骸を、残骸、古代の残骸を掘ります。ミニゲームギャンブルで勝ったやつ総取り、ありがとうございます。本当に尻つくよな。いやー、ということでもう一回ネザー集合ですよ。総取りでいいのか。え、そ、割合が決まるとかじゃなくて総取りなんだ。ちょ、総取りはちょっと大原が全部取る可能性があるんで、30だったらなんか15、15みたいな割り振り、割り振り、それを考え、あれじゃない、うん、全部出すんじゃなくて、うん、取った個数でベットできるようにするから。あー、それいいな、それいいな。じゃないと最初のやつ絶対俺サボるね。そっか、ベットって、まあとりあえず30分ね掘り続けないと、まあ、そのみんなだって、はい、ベットできる残骸ない可能性もありますよ、皆さん。じゃあ、大体さん30分のスタートコールお願いいたします、はい、あ、もうここスタートにする。はい、ここスタートいきましょう。うん、飛ぶ人もいると思うから。じゃあ、それではスタートしちゃいますよ。お願いします。はい、キョウさん、コールお願いします。それでは、古代の残骸30分掘り対決スタート。ピー、始まりました。よしよしよし。いや、俺はね、え、みんな飛んでる？さすがに飛ぶかな。いや、どっから掘っても変わんないと思うけど。いや、そうなんですよ、結局掘られてないところに残骸ありだから当たり前のことをそんなドヤ顔で言われてもちょっと反応に困るっていう。いや、だから俺らが普段歩いてるそのネザーラックの上を1個掘るだけで残骸ある可能性はあるわけよ、理論上ね。あー、その謎に遠くまで行かなくとも、まあまあまあ、そう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 、本当にそうそう。あー、理解は早いね。ありがとうございます。もうそうなんですよね、もはやここ面掘りでいいみたいな、面掘りしていくと、あそこを面掘りすればもう勝手に、そう、勝手に集まるよっていう。なぜならば期待値は一緒。あー、なんか、あー、なんか地面がえぐられたとこある。なんだこれ。ええ？なんだおい。死んだ。ちょっと待って待って、え、大事故起きたけど。なに、1分11秒地点、はあ、全ロスオ、え、ガチ全ロスオです。え、え、え、いやいや、え、いや、一回集合、いや、集合しなくていい、まだ戦いは始まった。まだまだまだ戦う、大体まだまだ一回ロストしただけ。俺ここから巻き返すから。毎週はこれ、タイタイの涙頂戴企画になると、これ大丈夫だ、これタイタイの、タイタイを救いたい動画になる、もしかして。タイタイを救う動画になるぞ。大丈夫だ、別にわざわざこれ取れ高を自分で作るだけではない。さすがだな、タイタイ。やべえ、さっき YouTuber がどうこうとか喋ってたから、 YouTuber 配信者としてみたいな、面白い、面白いことしてくるな、タイタイ。やばい、いやいやいや、待って待って、しかも米将軍が作ってくれた。アップで前日の全ロスはガチでやばい。マジでやばい、すげえな。ここからもマイナスから始めるよ。いや、しかもさ、タイタイマジさ、叫ぶとさ、ノイズキャンでなんかもうなんかほぼ聞こえなくなるんだよな。何でかかんねんじゃん、救急さんのデフォルトよそれ。あ、そうなん、待って、え、俺デフォルト、いや、それさすがに盛りましたけど。それはそうでしょ。デフォルトなわけないでしょ。両上さん気にしちゃったじゃねえか。ちょっと気に入っちゃったじゃねえか。なんで会話できてんだよ。結構聞こえてないのかなと思って。いや、見つかってほしいわガチで。いや、これで見つけてなおかつそこから勝つのが俺だから。あ、本当に。だって俺と大原今白状者になってない、うん、友達がさ、ゼロズ仕掛けてんのにひたすら掘ってるの。俺がきつい感じになったらそうなるから頑張る俺。いや、そうだよマジで。うん、俺がこれでなんか全ほんと全脱して、うん、なんかダイヤの何のエンチャントもされてないやつでなんか掘ってたらそれちょっとかわいそうな感じだよ。そうだよね、完全にもうそのさ、大抵救いたい動画になる。大抵救いたい動画になるから、1対1の構図だから死になっちゃうから。うん、大丈夫、初見さんからの印象むちゃくちゃ悪いよ俺ら今2人。帰宅太り幼馴染。そう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 。なんか全然したのに掘ってるっていう。したなんとかしろ。なんとかしろ。あ、まず救急さん1残骸ゲットです。おお、これ早い、おお、やるやん、これ早いわ。タイタイが、はい、ツハの陰からタイタイ見てます。今その残骸をタイタイにどうするかって話だよ。いや、俺もう天才なんでもう一瞬で来れるんですよね。
マジっすか、いや頼んます本当に。本当に本当にネザライトの、まあ、装備ここにあると思うんですけども、やべマジでなかったらちょっとやばいな。全く浮いてないっていう状態ですね今のところ。ガチで、まあ、その当たり判定が仕事をしてない状態です。はい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 、はい、5分経ったよ。ただ入ってみればさあちょっともう3、まあ実際ロスしてから3分半ぐらいは経ってるかな。5分は経ってないですよさすがに。このまままた落ちちゃうよ俺。ちょっと待って、マジでそれマジでマジしんみり動画になるかよこれ。いやあのね、うん、またタイトルコール必要になるよ。タイタイを救いたい、タイタイを救いたい。あれ、え、なくなるわけないよネザライト装備。マグマでマグマでなくならないですね。あった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 。おお、ああ、結構みんなご存命ですよ。はい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 、元気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 。それでも失エリトラ失われてるんだよなと思って。エリトラとちょっと大丈夫、俺エリトラマイオンさんに4枚カツアゲされたからなんてことはない。その話を聞いてよりなんかしんみりとする。どうすか太田さん。でも俺こっから行くぜ。ちなみに何復活をロスはエリトラぐらい。あ、エリトラぐらいかな。まあわかんない、なんかいろいろあったかもしれんけど、でもツールは全部最初。ああよかったよかったよかった。まあ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 、ご心配おかけいたしました。いやそうですね本当にさ。そうですねとか言って。そうですね、そうですね、そうですね、もうすいませんしか残ってねえけど。ちょっと待って、シンプルに残骸がない。やばい、今のところ今残り20分ぐらいだけど、え、僕の1残骸しか見つかっていないというちょっと厚倉の本気だ。みんな優しいな。大抵に乱された。今俺のために、あ、ミッキーさん見つけてると。ミッキーツに。あれ待って、おミッ、なにミッキー、ミッキーツに。待ってごめん、な、なにマジで部屋の二酸化炭素濃度ガチで高い。三つ一気に知るか、ミッキーツにってなんだよマジ。三つ一気に見つかった。なんか頭、なんかそうやって喋ってるんだと思った。その脳内の文字決めて踏み立ててんだね頭の中で。それと私も見つけました。あ、すごい、おめでとうございます。待って俺ゼロなんだけど。あれ本当にこれは救いに来てくれたんじゃない。いや掘っても掘ってもね一生デルタなのよこの辺。いや出る、あ、まあ、逆に出るだったら誰も行かない説あるよ。そう、畑選びミスったかもしれん。いやでもねやっぱ時間かかるからさ、現場がめんどくせんだよ。そうそうそう、あーやっとれたやっとれたやっとれた。おーナイス。いやでも残骸掘りも久々だな、やるの。あっつあっつ、やばい、死ぬ。これが危ないからね、マジで。トーテム意外と持ち歩かないから。いや、俺トーテムね、上なんかさ、左にさ、トーテム持つのちょっと嫌じゃね。なんで嫌だ。いや、俺、左なんだよね。いや、俺左にネザーラック置いてる。だから死ぬんだよ。俺もそれ特殊だな。で、トーテムは9個のインベントリに一応入れとくの。で、死にそうになったらカーソル合わせるっていう。いや、俺なんでそんなとっさに能力がいるようなことを。いやでもそっちの方がよくね。その気持ちわかるというか、まあ俺はそもそもとても持たないんですけど。はいはいはい、まあタイタさんぐらいになるとね。尖ってる、そう尖ってるから。尖ってる尖ってる。そう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 、うん、いやなんかあんまりさ、うん、死ぬ機会ないじゃん。死んだけど。そうそう、だから今死んだけど盛大に。だからちゃんと、うん、これ死ねるときに死ねるっていう。いやいや死んで分かんない、一生死なないじゃん。なんかさっきの死を肯定しようとしてますけど、いやいやいや、おかしいですよ。死ねるときに死ねるって何。見てないけど、どうせ1マスマグ落ちたんじゃないの。違います、突っ込んだ、マグマ突っ込んだ。床が全部取れました、1マスどこじゃない。床全部取れた、あの砂利が床全部落ちて。が、何その全部落ちてあるあるな。そう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 、あるあるなやつね。いやそんなこんな言ってる間にもうあと残り15分くらいでしょ。いやまずいね。お、京子さん、さすがアナログな。アナログ時計あんだよ、このメモ。アナログな時計見てるだけ。そうだよ。煽りだろ、もうただ。アナログ時計、しかも時計じゃなくてガチで、アナログのカウントダウンの、なんかプラスチックのやつ。いや、京子さん、それちょっともう古いですね。あと15分と20秒です。いや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 。いやいや、ちょうど15指してるよ、今俺は。だから古いって言ってんだよ。いやマジでこれ、ちなみにアマゾンで。アマゾンで結構高かったな。いやなんか俺の記憶上によると4000円ぐらいしたんだから。え、何十年ぐらい前に買ったの。いや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 、半年前ぐらい。結構みんな何直線彫りしてる。そうだね、もう直線彫りだね。俺めんどくさいからまっすぐ。あーすごい、俺ね面で彫ってる。
清彫りやん、清彫り。面彫りしてる。いや、面彫りって普通その2×3のおわら面の面じゃないの。いやいやいや、あーほらほらほら、そんなこんなん言ってる間に。知らんけど、ほらほら出ましたよ。ほらほらに関しては知らんけど、いや、これ面彫りでしょ、普通に。それを面彫りと呼ぶの。ガチの面彫り、その面で行くの、面で、その面と体積の面。そうか、そうすらね。これ面彫りだよ、これ。まあそんなね、まあ買ってる、まあ皆さんも買い物しているということでね。うん、いやもういいよ、もうここぞとばかりに始めるつもりだろ。最近買ってよかったこと。貴様さては1分で発表。短っ。じゃあ急遽さんからで。はい、いや俺ガチであるよ。今日ツイートしたの、みんな知ってる。俺ツイートしちゃってます。トレッキングシューズ買っちゃいました、私。ありがとうございます。いやいや、むっちゃ興味ない、めっちゃ興味ないじゃん。ええー、興味あるよ。むっちゃ。いやいや、俺こんな食いついてんだから。いやいや、山登り用の靴ですよ。ああ、登山靴。登山靴マジでよかったって話。え、本当にいわゆるあの我々が想像する結構分厚い。まあ分厚いやつだよね。ああ。厚底の。いやマジで、いやみんなマジ登山一回した方がいいわ。登山を勧めるの、ね。登山をちょっと勧めたい俺は。本当。俺言ったじゃん。ねまし高尾山登ったって。いやいや、まあまあそうなんだけど。年始か。なんか言ってたよね。俺の新年の始まり高尾山の山頂だったんだから。え、めっちゃ寒かったんですよ、ね、トレッキングシューズでした。トレッキングシューズ、はい。いやマジで石とか、何が違うの。いやマジで普通のスニーカーとかだったら多分ね、石とか踏んだらさ、足の裏痛かったりとか、なんかグニャってなっちゃったりするんだよ、なんか足が。はい、足首ガチ固定の、もうその上でもう何、もう底が硬すぎてもうなんか何も起きない、踏んでも何も起きない、はい、無敵になれるんですよ。そうで、次買いたいものはトレッキングポールですね。あのなんだよ、杖みたいなあんじゃん、スキーの登山家だね。そうそうそう、それちょっとか、そう、それ買ってストックみたいな。そう、ストック、ストック、そう、あれ買おうかなと思ってる。登山、なるほど。登山みんなも行きましょう。以上、いいプレゼント。ありがとうございます。最近買ったやつか、ちょっと待って、ちょっとアマゾンの出たよ。もうあるあるじゃないですか。出た、あるある。掘らずにアマゾンの掘ら今両手を止めて、今俺の注文に両手止めて。新しいカバン買ったんだよ。え、おお、カバン、アタッシュケース。いや、トートバッグ。トートバッグ、え、ついに大原イケアのトートバッグから。そう、ついに。あの、なんで新しいカバンを買ったかって言いますと、おう、イケアのトートバッグを盛大に泥の中落としまして、あの歴戦のイケアのトートバッグ。あいつ長いよ、相当。そうだよね、言うて半年ぐらいだけどな。あ、本当に。え、なんかトートバッグ持ってなかった、ずっと。いや、俺トートバッグ定期的に乗り換えてんの、ユニクロとか。乗り換えだっけ。いや、大原の長いやつは、あの大原のユニクロのウルトラライトダウンで、大原の。ああ、そう、あのね、あの灰色のね、グレーのやつね、伝説の、うん、そうそうそう。ああ、あれは長かった、確かに。あれ長いですよね。まあそれで、チャムスっていうメーカーかな、キャンプメーカー。知らない。そうなんですか。ホットサンドメーカーとかもともと持ってたんだけど、そこのペンギンがロゴの可愛らしい。知ってる知ってる知ってる。え、待って、知ってるかも俺。え、高いやつじゃないそれ。あ、まあそれで言うとそこそこしたかも。ブランドとしてはね、多分結構いい品質を出してるイメージあるな。え、何十万ぐらい。めっちゃハードル上げてきた。ちょっとハードル上げてきた。6000円とかそんぐらいだった。あー、でもいいやつじゃない。そうそう、ね、いや、なんか可愛いなと思って買った。いいじゃないいいじゃない。やっぱそこはでも、実はペンギンじゃない。え、あれペンギンじゃないの。じゃあ何あれ。え、ペンギンのやつ、なんかこれ見たことあるぞ。え、あれちゃんとペンギンじゃない。俺持ってるの違うのか。え、なんかちょっとあの枠緑のやつじゃないの。もしかしてこれペンギンだと思ったら、これもしかしてカモメかなんか。まあそのチャムスのトートバッグに乗り換えて、うんうん、久しぶりなんかちゃんとしたカバン持ってんなーって。ああ、いいね。やっぱ強度とか違うの、やっぱり。まあ、トートバッグなんてもうくしゃくしゃにしてポッケに突っ込めるぐらいの強度しかないからね。ああ、はいはいはい。正直な話すると、うん、ロハラが買った新しいトートバッグよりも、そうだね、うん、泥の中にぶち込んだ話の方が聞きたいっていう。なかなか日常で泥ってあんまないもんね。 ないですよ、なかなか。泥ない。雨上がりにベンチ座るやん。ああ、うん。今座んないけど、雨上がりにベンチ。それで言うと、雨はもう
上がってたのよ、それこそ午前中ぐらいで。はいはい、雨、はいはい、なのね。そうで、後ろにちょっと花壇があって、うん、そこに座った瞬間にストンっていったらベチャッと落ちてる。あ、後ろに置いてたやつが落ちたのね。そう、よくなんか見たらめっちゃ茶色くなったっていう、なんか泥の海に落ちたっていう。クリーム色っぽかったもんな、あれ。そう、そしたら洗濯機も色落ちなくなって。いや、泥確かに、まあ、やむなくやむなしってやつか。確かに言うて IKEA でも500円ぐらいで買ったやつだったから、まあまあまあ、はいはいはい、そんなもんだったんだ。そんなにスーパー板で買ったわけじゃないんだけど、まあまあまあ、まあ、大切に使ったやつだからな。いや、だいぶ俺はやっぱトートバッグ派閥だからね。いや、ほんとそれだよな。トートバッグなんだかんだ楽なんだよ。マジでそのイメージ、トートバッグのイメージある。買ってよかったものを。そう、タイタイさん残り5分使えるよ、タイタイさん。いやいや、最後まで行くの俺。買ってよかったもの最後まで行くの。最後まで行く、そりゃ贅沢な時間使い方ね。贅沢な時間、もうあなたのもんよ。落ちだ本当に。うん、落ちとか言うな、落ちとか言うな。いや、だからハードル上げるかやめようって言ったんだろ。ハードル上げるかいだ、これマジで。ということで、私の買ってよかったもの、でも実際聞きたい、発表いたします。お願いします。はい、私が買ってよかったものは水切り機です。おお、え、水切り機、あの葉っぱ、俺も買ったんだけど最近。そう、野菜食べるときに。え、なんで？ブンブンチョッパーみたいなやつ。そうそう、遠心力で、遠心力で飛ばすやつ。うわ、俺も最近買った。やめてもらっていいですか、横から入ってくんの。むっちゃ俺のもんだよ、この話題は。むっちゃ喋りたい人いた、俺、今。本当に簡単なお話で、ね、うん、サラダとか食べるときに、うん、お野菜を洗って、で、ちぎって汚れ取って、うん、その水切り機にかけると、まあ、水がきれいに取れますよと。水っぽくないサラダが出来上がりますよっていう話なんですけど。シャキシャキのね。え、これガチでおすすめです、これは。え、あのさ、大体何のやつ買った？うん、僕あのプッシュ型。俺プッシュ型。うわ、え、同じやつじゃない、ワンちゃん。あんまりドキドキしないわ、この顔。え、お前もあそこの中学みたいな感じで。なんだその盛り上がってるけど。目キラキラしてるけど、これあんまりついてきてないかも。え、あれ、ワンボタンプシューって押すと回転シュッと止まるやつ、うん、あ、そう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 、一緒じゃん。アマゾン、アマゾンで、ね、え、なんかあれ特許出願中のやつ。そう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 。いやいや、ごめん、なんないわ。地元一緒。なんない、なんない。こんな上がらないよ、テンション。やべ、大体で一緒のを買ってる。いやいや、おもろ、まあ、価値おもろいじゃん、それいいやつだな、キョキョ。なんかいいやつだな。いや、嬉しい嬉しい、ガチで嬉しいわ。ちょっと普通に嬉しい。いや、でもそれ、うん、マジでよくて、うん、やっぱりどうしても水っぽくなりがちなんですよね、サラダというものは。そうそう、まあ前お店でね、働いた時はそういうお店でちゃんとやるの、もちろん。あ、水切りね、サラダ、うん、そうそうそう。でもやっぱ家庭でね、いちいちあんまり水切りしないじゃない。もうザルでね、あげてもやっぱり水分は残ってしまうと。そこでちゃんと水切り器を買うことで、あの一手間、あの一手間でだいぶ美味しいサラダが食べれるようになりました。いや、マジでそうだね。本当におすすめ。あれおすすめっすね。しかもザルついてるから結構。あ、そうそう、ザルとしても使えるし、ザルとしても優秀だし、うん。ちなみにピーピー言いました、僕のアナログ時計は。なんかピーピー今聞こえたね。うん、ちなみにそれ大丈夫、合ってないんじゃない。タイタイさんはあと15秒ありますよ。15秒、まあ、まあ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 。ちなみになんだけどさ、うん、はい、それうどんとか入れたら壊れる。いや、壊れないと。壊れないな。水切りするの、うどん。あれ、よくね。え、そばとか入れたらどうなる。そばは多分細すぎて入ると思う。あ、すり抜けちゃう。いや、うどんとかそばは水っぽくていいんじゃない。そんなガチで切る必要はない。いや、なんかザルそばとかザルザルそばだったらな。そうだ、ビビビビ、もう終わりました。はい、試合終了。いやー、いや、これどうすか、皆さん。俺、ちょっとどうすか、まあ、それなりの用が取れたわ。お、俺はちょっとあんまりかな。あれ、ちょっと感動しくない。マジで俺それなりかも。それなりがどんぐらいか分からんけど、今まで30分とか掘ったことあるけど、うん、調子は良くない方だと思う。ああ、そう言えるぐらいとかするとね、大体は。そうそうそう、別になんか雑魚はないけどみたいな。いや、戻ります。いや、俺はね、え、これは相当いいなっていう量をゲットできた。おお、30分でこれでしょ。いや、それでは
まずは30分の成果見せますか、これ。そしたら。そうですね。はい。離れて、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 離れて。はい。はい。できます。1。はい。2。2。はいはい。3。3。お。4。4。お。5。5。え？6。6。え？シーチ、マジで驚きすぎだ。7。え、やばいかも。8。8。うわ、タダさんが終わり。9。9。終わり。あれ、ええ、え、そこそこ強かった。なんでその、なんで順調なやつがそこそこのやつに負けてるの。いや、結構。10。うん。11、12、13、14、15、16。嘘でしょ。おー、めっちゃあるやん、倍ある俺の。いや、お疲れした。いや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 、嘘でしょ、こんな取れんのこれ。取っちゃえよ、まあ、すごいな。結構、まあ、タイでは全勝したから、うん、まあ、わかる。まあ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 、こちらのは、まあまあまあ。あー、ごめんなさいね、なんか優遇してくれて、ありがとうございます、すいません。あなた、ちょっと仲良くして、本当に仲良くしてください。いや、俺おかしいよ、これずっと掘ってたよ、俺。イカ様疑惑じゃないですか、キョウコさん、これ。いや、イカ様じゃないけどさ。いや、ガチか。30分。うん、何をされてました？いや、俺掘ってましたよ。俺のアーカイブ見てほしい。ずっと横に掘って。あ、なんか結構用ぐらい掘ってたから、こう視聴者さんに申し訳ないなって思いながらこう掘ってた。もう面彫りで。そう、面彫り、面彫りって若干さ、まあうにょうにょするからさ、まあ、あんま良くないじゃん、絵的に。やっぱ視聴者さんの気持ちよりもやっぱ残骸の個数で。じゃ、残骸の個数優先したところ正直あったから。はいはい。ガチか。さあ、ということでね、まあ明日アップデが明日ということで、まあ明日からね、もうこれもうネザライト装備のそもそもの価値が、あの、大事だと。価値がまあ上がると、うん、今回ね、その即興でなんかこう別途、はいはい、別途企画みたいなのをねやりたいなと思ってるんですけど、はいはい、今から考えるという話ですね。なるほど。今から考える、今から考えるんだよ。カジノでなんか遊べるやつとかね。あれ、カジノもう遊べる？あの、月倉カジノで、うんうん、闇のゲーム、ポーカーというものがございまして、え、ちょっと見に行こうぜ。やりますか。いや、ポーカーちょっと久々だな。でもやんの俺結構一時期ハマってた。あのさ、ちゃんと重いさ、重いチップ俺買ったもん、アマゾンで。で、なんかあのコロコロ転がすやつ、ね、そうそう、あのさ、あの手でチャラッチャラッっていうちょっとかっこいいプロがやるやつだけ練習した。あの、形から入るタイプ、形から入るタイプ、はい、うわー、すげー、カジノいいな。終わってる、カジノ。なんか、うわ、すっげー。え、こっちの中から入んの？いや、なんか入り口変わってる。俺来んの初めてだな、俺。あ、この P だ、 P P P？ポーカーの P、 ポーカーの P か、 P ネグリフがここに、すごい P ネグリフがあるんですけど、お、すげえ、なんだこれ。え、なに、どういうこと。やば、ガチじゃん。ガチのやつ、おもろ。あ、なんかトランプの代わりに、うん、この鉱石が数字みたいな感じなのか。そう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 、あ、そういうことか。通貨は自由で問題、通貨自由で問題ないんだ。あ、これ俺やったことないな、俺。な、でもめっちゃ簡単っすよ。簡単、うん。タイタンさんが言うなら間違いない。間違いないな。うん、全然知らない俺が簡単っていうのは。確かにな。タダさん、何回かやったことある？もうがっぽり儲けてしまいましたけどね。あれ、ガチっすか。もうダイヤをもう。やろうじゃない。ちょっと一回さ、念のためタイタンさ、ルール説明してもらっていい？説明いたします。うん。チェックが同じ額出す。レイズが倍額出す。あげる。フォールドが今回はやめます。そうそうそう、なるほど。ポーカーって賭け金が多い方がよく有利って言われてて、うん、俺が最初にこれ16出したら2人はどうすんの。2人は16だから、まあオールインっていうことなんで、僕たちは持ってる金額全部出すんじゃない。そっか、足りない分は、足りない分は確か出せないっていう判定になったと思う。まあでも、あ、借金じゃないんだ。借金じゃなかった、今回は。確かでも割と今回は借金みたいな感じで動いてますよ、俺が。あ、なるほどね、これに関しては、うん、足りない分払うんだ。借金残骸嫌だね。そう、いや、これ非常に分かりやすくて面白いな。いいね、行ってみますか一回。オッケー、やろうやろう。あさあさあさあ、これいいな。じゃあ私は、じゃあ私色が、じゃあ私、じゃあ色緑でいかせていただきます。深緑で。おい、ちょっと待って、黄色がねえぞ。
黄色ないね。じゃあまあ大体赤じゃない。まあ近い色。そっかそっか。お赤オファルだ。ピンクでいいのか。ピンクある。じゃあ俺黒にしようかな。ああいいね。ああいいいいね、この対立構造。でじゃあ今から残骸を、はい、最低ベッドします。はい。この中に。そう、俺黒なんでこういう感じで入れていく。あーそういうことか、そういうことか。そう、まあ1からスタートってこと。そう、これが最低ベッド1個。そう、くーこれおもろいな。嬉しいんだ。そう、シュルカーはもう全部手持ち入れちゃって、財布みたいな。全部入れます。そう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 、やば、これおもろいな。これですベッド触ればいい。そうですね。でこれ引く順番がこれで決まります。はいはいはい、このガチャで、ね、うん、今はピンクと緑と黒なんで、はい、これで QQ さんがリーダーおるな。押して引いちゃうよ。うん、ポチッ。ピンクからおうで、もう一回引くよ。うん、ポチッ。大原 QQ 大隊の順番。大原 QQ 大隊、はい、はい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 。これもう時計回りらしいよ、1番目の人から。あ、そうなんだ。じゃあ大原大隊 QQ だ。大隊 QQ、はい、オッケーオッケー。行きましょう。どっちがいいんだろう。じゃあ大原から5枚引いてください。ここ5回クリクリ。これ結構大事だよね、初手。そうそうそう。あとまず見ちゃダメだよね。でも見ちゃダメ、見ちゃダメ。じゃあ俺タイタイ あっち向いておきます。引きます。はい、お前1、2、3、4、5。なるほど。じゃあ次タイタイくん。はいシステムね。誰か俺の名前呼んで。いどりくん。はい。いやなんかマジで卒業式そんな感じだったんだけど。いきます。1、2、3、4、5。違う人になっちゃった。ほーほーん。あ、待って、ほほーん。はい、引きました。ほほーん。これであげる人はあげてもいいしって感じだった。はいはい、じゃあ自分の今役を確認します。はい、はいはいはい。はい、私も交換するもう鉱石決定しました。まあ、まず一回掛け金のやつかな。はい、皆さんどれくらいあげますか。あ、そういうことか。ホールドするかってことか。これ、チェック、やっぱチェックで。お、チェック。チェックってことは 今このまんま。まあ、まんまか。私もチェックでいきますか。お、なるほど。え、緑のところですよね、はい、うん、レイズだ。え、さあどうする大原だ。次、あー、てきた。ホールドするなら、ホールドしたら俺がまあまあもらうということになるが、チェックにするなら2個残骸をかけなければならない。なる。あ、おお、でしょ。そうなる。あ、そうなっちゃうか、うん、なる。じゃあチェックで。タイタまで。くそー、こいつ。よし、じゃあやりましょうか。で、これでまあカードの、そうだろ、交換だね。交換だね。カードの交換、うん、何枚交換するかは言うんですか。言います。言うね。ゆうかさん、あ、なんだ。あの、自分の貯蓄がバレてる状態のブラフは弱いっすよ。うるさい。いや、ブラフだと誰が決めつけてるんだ、それは。あ、ごめんごめん。確かに役できてる可能性あるもんな。そうだよな。そうだよ。これがポーカーフェイス。てんだよ。さあ大原、何枚交換するんだ。言うんだ。1枚。おお、強いね。頼む、いくぜ。なるほどね、そういうことね。なるほど、どうぞ。結構いい感じっすか。はい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 。おお、なんか調子よさそうな。これ右上のチェストに入れて2個入れたら2回引くってことだね。そうそうそう、入れた分だけってこと。承知。じゃあ私は、私じゃあ1枚交換で。なるほど、なるほど。いきます。なるほど、大丈夫そう。なるほど。キヨキヨのターンか。え、これキヨキヨ多分豚ですよ。これストレートってこれさ、何なん。これ 1,2,3,4,5 丸 1,2,3,4,5 って書いてあるんだけど。あ、これ丸っていうのはいける。いけない、罰がいけないんだけど、これって大富豪みたいに、大富豪ってさ、キングからエースに戻れるじゃん。階段するとき、石炭、銅、鉄、ラピス金だったらいけるってことか。それがストレートってことか。そう、ダイヤ、
石炭って戻れない。それはいはいはい、ああ。まあ、ダイヤと石炭も最後のカードというか。そうそうそう。端っこになるってことだね。そういうこと。なるほどね。私、1枚交換させていただきます。さあ、キキュさん、はい。こいつですね。運命の？いきます。待って、な、狙いは。なるほど。了解です。いきます。運命のダイスロール！はい！なるほど。大丈夫。なるほど。まあ、そしたら、いきますか。これは、せーので言うんかな？せーので。貼るんじゃない？貼ります。貼ってくんか。はい。いきます。はーい。はい。せーの！おら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 ！ドカーン！おー、すげえ！揃ってる！ドカーン！なんだ？役なし！役なし！役なし！俺ストレート勝ち勝ち、やったこれで残骸が総取り、やばい総取りですよ。9残骸9個完成させたな、まあ、つまり 6個アド、偉いな、よく。いやこれマジでストレート、ランピスこいつだ、ランピス出たえぐっ運命のダイスロール、ちゃんと思ってたな。なるほどね。いやこれおもろいな。はいはいはい、いいっすね。まあチュートリアルはまあこういう感じですね。はいはいはい。じゃあ次行きましょうか。オッケー。いやこれ何ゲームやるか最初に決めとくか。誰かが飛ぶまで。ああ確かに確かに確かに。できなくなるまで。いいねいいねいいね。いやこれガチおもろいな。まずは最低ベッド1ということで。入れてください。あの、はい、この貼った役を、貼ったカード全部。ああそっかそっか、取って回収して回収して。取って。そう、上のチェストに入れて、上のチェスト、あーすごい分かりやすい。これこれ義賊さん作ったの？そう、義賊さん。すっげーな、マジ。次誰から回すかって話ですね。じゃあはい、引きますね。そしたら行きます。ポチッ、大原。あ、俺だ。オッケー。また5回、また5回。いやこれガチおもろいんだけど。いただきます。召し上がれ。あ、待って、出番を下げる。あれは下げて、入ってないね。点灯させて、で、行きます。お、あ、なるほど、なるほど。タイタイさん、要因。さあということで、次は、あ、チェックレイズフォールド。チェック。チェックしていく。あ、金がないからな。ちょっとレイズで1個だけあげとくか。うん、1個だけレイズ。フォールか。ちょっと1回ね、行ってみるか。フォールか、レイズだ。あ、いけ、あ、いけないか。倍額じゃないといけないから、レイズするのは4位かもしれない。いやいや、そういうの、そういうのないです。あ、ない。あ、好きな額なんだ。うん、好きな額でいいです。上がればいいです。わかりました。3だ。おお。あ、ここで俺降りても別にいいんだよな。まあね。その場合はまあ、フリーボーナスというか、ここに残るだけだもんね。そう、1個失うだけで済むんですよ。まあ、いっか。そしたら、コールで。じゃあ、コールで。おお、またま同じ額いくな、これ2枚。あー結構買えるね。うんうんうん、なるほどね。これでいきます。はい。お、いやどうしようかな、ちょっと。いやーこれいいな、マジで。これマジでいいな、マジでマジでおもろいな。おー、なるほど。 あれこれ T？ あー、まあいいか。TNT って何ですか？ジョーカー。ジョーカー枠か、うん、何にでも化けますってことだよね。何にでも化けるってことだね。そうそうそう。なるほど、承知しました。いたな。いたな。間違いなく引いたな。引いてるな。僕さ、でももう無理だよ。下手すぎなんだよね。もう NT しかないもん、残るは。じゃあ貼っていきますか。はい、行きましょう。いやー、さあ、トゥン、はいはいはい、ドドン。うわ、強っ。大原何？ワンペア。大体私は3カード。あ、それで言うと俺も3カード。こうした時どうすんだ？あと役の強さ。あ、なんかラピスの3カードの俺ラピスで揃ってる。あ、こういう感じなの。うん、あ、なんか前はなんかね、残ってる役で、あ、そっか、多分3カードの何で揃ってるかの強さだな。あー、そっかそっか、前なんか余ってるやつやった気がするんだよな。
あ、そうなの。月9ラルール。それはちょっとわかんない。確か、まあ僕わかんない。僕テキサスなんちゃらのやつはあの。いやでも多分そう、まあそっちの方があれだよな。ちょっとこれ今回はまあ我々ルールでやりましょう。その揃えたやつの役で勝負いきましょう。つまりタイタイさんは石炭だね。石炭。私ラプスラズリーということで私よろしいでしょうか。強い。ありがとう。あ、これね、ちなみに補足情報で余ったやつで比べるのは同じカードで並んでた時余ったやつらしい、うん、あ、じゃあ俺一緒だったのかな。あ、多分そうだと思う、そうだと思う。石炭石炭で並んだ場合ってこと。そういうことか。はいはいはい、はい、いただきます。あ、でも待って、ってことはキヨキヨ2連勝か。2連勝ありがとうございます。どうこれ、ね、見事に俺解けるぞこれ。そう、キヨキヨさんがかなり。あー、じゃあなんとキヨキヨ選手2連勝。もう負けるわけにはいかねえぜ。これは強運だ。持ってんな、キヨキヨし。おー、じゃあまずは、はい、まずは最低ベッド。まあ最低ベッド。さあもうね、え、これワンレイズしたら大体借金確定だよ。あれ、いや、あのオールインで。あれ、あオールインこれオールイン。え、バダイで、バダイでもうゼロ。大体口を閉ざした。バダイゼロ。じゃあ次順番のやつ。あ、順番のやつか、ごめんなさい。あ、そっか、いいよ、引いて。あ、引きまーす、うん、せーの、ポチ。大体さん、大体さんです、はい、俺からだ一応。はい、いやいや、代わりになるんですかこれ。どうしたの。約束手形だ、ね、約束手形のネザラックね。約束手形えぐいて。私からじゃ行きましょう。鉱石引いちゃって、はい、やばい、これ前作った貴族さんマジ神すぎる。いやー、ちゃんと成り立ってて面白いね。めちゃくちゃ面白い、楽しい、ね、すげえわ。しかもさ、鉱石もさ、見た目でわかるっていう、なんか強さが。そうそう、分かりやすいよね。じゃあ私行きます。はい、1、2、3、4、来ました。あ、なるほどな。むずいな。これちょっとむずいな。なるほどな。私はチェック。あ、チェック。うん、私か。ちょっと一回見ますね、表。はい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 。あ、なるほどね、こういうことか。ただこうなっちゃってる以上。うわ、むずこれ。うわ、むず。いや、これむずいな。楽しいね。あ、チェック。レイズ。かあ、あれ、タイタイも、あれ持ってんじゃん。一個あるよ、ラスト2だもん。なるほど。あ、ラスト2なんだ。これでこれでこれで、うん。いやー、まあこれは迷ってるね。レイズだ。おお。お前が食う。俺借金させるつもりか。借金確定させに来た。倍付け。で、次俺だから、うん、違うな、俺か。次大原かな。あ、うわぁ。来た、ラックが出てきたぞ。ラックが出てきた。魂の赤が出てきたぞ。約束手形出てきた。勝てれば大体後はない。約束手形来たぞ。大体から枚数宣告か。俺はもう1枚ですね、これはもう。いや、ガチか。いや、これマジで悩む。ここで狙うしかないですね。狙う。なんかノイキャンの、ノイキャンの悲鳴が聞こえてきたけど。ノイキャンが聞こえたけど。よしよし、大丈夫、いい感じ、いい感じ。じゃあ私は、キヨキヨさん、まあ、2枚いきます、2枚いきます。はいはい。うわー、大原じゃない。おう、俺どうなってんだ。いや、わかんない、これがポーカーフェイスは大したもん。じゃあ私3枚。はい、上振れろ。何枚って、上振れ狙ってるな。ですか、そんな弱いん手札。わかねえよ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。なるほどね、なるほど。それでは、はっつけていきますか。いきましょう。はい、はっつけていきます。せーの、おりゃ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 。ドゥドゥン、大体から発表。ワンペア。キヨキヨ、エメラルドワンペア。スリーか。うわ、イエーイ。ダイヤだ、しかも。ダイヤのスリーカード強え。最強だ。やったー。うわ、やばい、むっちゃ持ってくるね。むっちゃ持ってくわ。あれ、約束手形が。いや、
必ず返しますので必ず返しますのでネザライト装備持ってたよないやヤクザ手形重いなこれ飛びません、おー取れ取れなよし取れなってこれでいいよよしよしじゃなくて大体これ1個でよ4つ分なのよ一応じゃツール1個どれか預けてじゃあ約束手形重いよマジ2代目 PR しホーンさんのフランシーマジかこれが月これで2個はいあのお待ちしておりますはいあもう今日中に返しますよあるんで約束手形ねそれはいそっかそっかそっか周知発表キヨキヨ選手プラス8個でございますありがとうございます掘ったのが9個掘ったの9個の17個おお大原選手いくつですか？プラマイゼロ。おお。16のまま。おお。なるほどね。最後で回収したってことか。はいはいはい。大体君。はいということで、はいということで今日はそういう感じで終わると思います。あれ大体君。え？あごめん嘘嘘嘘で。え？あ？俺プラスネザレとツルハシ1個。おい。ちょっと嘘だった。手形でしょそれプラマイで言うと私マイナス10個でっかありがとうございましたということで皆様ご利用は計画的にマイクラ 1.2.0 楽しんでいきましょうということでご視聴ありがとうございましたバイバーイバイバーイあー、掘るか